去年の飾りを生かして今年の壁面を飾りました。張り替えは昼休みを利用して20分程度で終えました。去年までの背景は雪の型紙の上からスプレーで描いたものです。今年はその上に雪の結晶の型紙を置き、タンポで型押ししてバージョンアップしました。立体的なポインセチアをお花紙で作って、去年までのポインセチアと一緒に飾りました。ポインセチアの切りくずは捨てずに利用してツリーを作りました。去年使っていた揺れる雪の結晶を浮き出すように貼って出来上がりです。この後枝に綿で雪を降らせる予定です。壁面が変わると子どもたちが足を止めてみます。風が吹いたり人が前を通ったりすると雪が揺れてキラキラと結晶が輝きます。